偉大な遺産は2006年5月3日から2006年6月29日まで、韓国の KBS2 で毎週水曜、木曜、午後9時55分に放送された、テレビドラマ、全17話。夢も希望もない日々を送っていたヤクザのヒョンセは、急死した母が遺産として残した幼稚園を任される、ことになってしまう。 その遺産の土地はボスが狙っていた土地だったため、遺言通りに100日間幼稚園で働いた後に、土地を売ってしまおうと思っていたが、マニマニソング木の自転車ビューティフルで、ジョンテウ僕の心に絨毯を敷いて引く木の自転車僕の愛はブファルカイソう、キム・ドン・ウクあなたはラブ・ホリック・レンカ、ヒップ・ホップバージョンマイク・ピンクまた昇る太陽四流総ワンパク木の自転車。 チュンアム小学校重症私の愛は、とても苦しくて、マイクピンクレンカバラードバージョン、マイクピンクビューティフルデー、フレンチジャズバージョン、ビューティフルデー、ラブテーマ、ビューティフルデー、ハッピーアワー組織暴力団、テーマメンテーママーチングバンドバージョンメンテーマ、ジャズバージョン、メンテーマ、キュートバージョン、メンテーマ、ピアノバージョン日本語字幕あり、一部差し替えあり、販売元は、 ジェネオンエンタテインメント。ありがとうございます。